プラレール第2弾。電車を運転、秘密のプラレールを絶対ゲットするぞ。レッツプレイ。みんなでハッピーセット開けましょう。開けたーい。開けよう開けよう。プラレール第2弾は何があるのかな。第1弾は4種類コンプリート。今回もコンプリート目指そう。ではでは開けますか。じゃあ僕からハッピーこれは JR 九州883系ソニックね。ソニックって言うんだ。青くてかっこいい。次は僕開けます。ハッピーセット。これは何。これは阪急電鉄線系ね。特急電車が通ります。次は僕。ハッピーセット。ドクターイエローだ。これは二人とも知ってるわね。バナナイエロー大好き。は僕が開ける。ハッピーセット。これは寝台特急カシオペアね。寝台特急。電車の中にベッドがあるのよ。これで今回も4つコンプリートしたね。やったー、コンプリート。みんなにして遊ぶ。2人ともまだコンプリートしてないわよ。もう4種類集めたよ。実は第2弾にはシークレットがあるのよ。シークレット欲しい欲しい欲しい。じゃあもう一回ハッピーセット買いに行こうよ。映画探査キッズ TV。 飛び出せ不思議なおもちゃ箱。おもちゃで遊んで世界を救おう。ジメジメジメ。それじゃあさっき開けた新幹線で行きましょう。ドクターイエローで行きたい。いいねいいね。ドクターイエローの運転士さん今日お休みだ。自分たちで運転していきましょう。そんなことできるの。さっきついてたやつだ。これを使って運転していきましょう。どうやって電車を進めるの。まずは発進の仕方を教えるわ。まずどれを使うの。このレバーじゃない。正解よ。こうすればいいじゃん。ちょっとくもりん、前に進んだ。レバーの角度で速さが変わるのよ。レバーを少しずつ倒してちょうだい。了解。さあさあ、運転手さんみたいになってる。クマリンも一緒にやろうよ。了解。二人ともかっこいいわね。ドクターゲロー発進。アタンパトーン、アタンパトーン。早く着かないかな。あら、カーブがあるわよ。本当だ。スピードマックスでレッツゴー。ちょっとクマリン、ダメよ。カーブはスピードを落として走るのよ。カーブはスピードが速いと倒れちゃうかもしれないわ。知らなかった。カーブに入る前に少し速度を落としてちょうだい。了解。これでゆっくりになったね。カーブをしたらスピードを落としてレッツゴー。二人とももう少しで駅に着こうよ。そしたらレバーを止まるにすればいいね。これだけじゃ止まらないわよ。じゃあどうすればいいの。一番右のレバーを使うのよ。なにこれ、ブレーキだ。このレバーを下に回すと止まれるわよ。了解。これで駅に止まれたわね。ハッピーセット買ってくる。見て見て、当たるといいね。帰ってみんなで開けましょう。で、これじゃあ後ろ向きで帰れないよ。そしたら分岐点まで交代しましょう。交代。後ろに行くのよ。このレバーを変えてちょうだい。今は前に進んでる。あ、後ろに下がったになった。そしたらさっきと同じようにゆっくり発進してちょうだい。分岐点まで行った。次は前に進んでにして内側に行くんだね。正解よ。出発進行。ちゃんと帰ってこれたわね。みんなで開けよう。シークレット出るといいな。ハッピーセット。阪急電鉄線系だ。シークレットゲットできなかったね。でもたくさんプラレールゲットできてよかった。そうだ、動画を見ている
ッピーセットを買って何が当たったかコミュニティで教えてね。今日は2人とも運転うまかったわ。カーブはゆっくり走るんだね。駅に止まる時のブレーキ難しかった。次はバナナでも運転しますか。そうだそうだ。カモリリー、ここから作ってやるぜ。ノイズワールド。シュー。どれ、なんだ。我が輩の名はシャドウドラゴン。一体何者だ。我が輩がエルドラドの中で最強、それを教えに来たのだ。戦うしかないようだ。任せろベイベー。我らも行くぞ。お安い御用であります、ラバ様のために。皆の者行くぞ。ゴーベイベー。闇の力よ、解き放てダークドレイン。力が抜けていく。ラバドラゴン、お前の力もらった。ラバテイル、気をつけて、力を奪ってくるわ。強すぎる。邪魔はさせない。小田急ロマンスカーに乗るわよ。出発だ。
その前にこの改札機の出番よ。もう一つ仕掛けがあるの、よく見てなさい。あー、全部つながった。これどうやって使うの？まず電車に乗るにはこの改札を通るの。くもりん一番乗り。あ、くもりん待ちなさい。ん、何？このカードを使うのよ。小田急ロマンスカーに乗るにはどのカードだろう。色が同じのこれじゃないかな。そしたらここにカードを当ててみてちょうだい。おお、なになに、カード間違えちゃった。違うわよ、お金が足りなかったみたいね。もう乗れないの？大丈夫よ、そんな時は精算機と券売機を使うの。この機械にカードを入れてみて。わあ、入った、すごい。そしたらチャージを押すのよ。えい、チャージが完了したら改札を通れるわ。もう出発するわよ。出発進行。せーのは続くよ、どこまでも。次は輝き駅、輝き駅。輝き駅に着いたわ。もうハンバーガー食べれるの？まだよ、輝きに乗り換えるわ。次のカードはどれだろう。黄色のカードないよ。青っぽいからこれにしよう。さんさん、さすが、やったね。発車するわよ。動いた。せーのは続くよ、どこまでも。次ははやぶさ駅、はやぶさ駅。はやぶさ駅ってことははやぶさに乗り換えよ。はやぶさのカードはどれにしよっかな。これ、くもり適当じゃない。かざしてみよう。カード合ってたみたいよ。で、当たってるし、くもり天才です。早速行こう。せーのは続くよ、どこまでも。次はドッグエクスプレス駅、ドッグエクスプレス駅。ホットドッグエクスプレスだ。ドッグエクスプレスね。そんなこと言ってるうちに着いたわよ。あと一駅でハンバーガーだ。最後はこのカードだね。ハンバーガーに向かって出発。線路は続くよ、どこまでも。次はマクドナルド駅、マクドナルド駅。この楽しい旅が終わっちゃう。クモリンは食べることに夢中ね。ここがマクドナルド駅か。2人とも改札から出るときもカードをタッチするのよ。はーい。クモリン、マクドナルドがあったよ。わー、ハンバーガー買ってくる。見て見て。え、2つも買ったの？え、電車乗ってたらお腹空いちゃって。2人ともこれからは1人で列車に乗れるわね。乗り換えもマスターしちゃったもんね。僕も最初に改札引っかかった時はびっくりしたけど、すごく楽しかった。またみんなでお出かけしましょう。次はバナナ新幹線に乗る。そうだ、クモリン。映画チャンサンキッズ TV、 飛び出せ不思議なおもちゃ箱。おもちゃで遊んで世界を救おう。ジメジメジメ、走り切れたら勝ちっていう対決はどうかしら。いいね、やるやる。絶対負けないんだから。みんな、僕のことグッドボタンで応援して。
それじゃあコースを説明するわね。まずはビッグウォール、紙コップの壁を突き破って進むのよ。ひょめり、おっきい壁だ。次はアクアスパークリング、水風船を割らないように気をつけるのよ。びしょ濡れになった。そしたら今度はドロップトラップよ。ビー玉に引っかからないようにね。きれいなトラップだ。そこをクリアしたら次は心臓破りのビッグマウンテンよ。3周する坂道を落ちずに登れるかしら。目が回る。そして最後は A じゃないの、ガクッと下がるコースから落ちないように進んでちょうだい。コースから落ちずに下がれたらゴールよ。じゃあスタート位置にセットしましょう。じゃあ僕から。よーい、スタート。まずはビッグウォール突破。残念ながらアクアスパークリングで止まってしまいました。悔しい。ぷぷん、ちょっと止まるの早いんじゃない？スタート位置に置いて。準備はいい？よーい、スタート。ビッグウォールを突破しました。アクアスパークリングも突破したよ。なんと待って、次はドロップトラップよ。やりました。残念、トラップに引っかかっちゃいました。もう一回挑戦してもいい？僕も。分かったわ、次こそはゴール目指しましょう。やった。じゃあ最初僕がやるね。よーい、スタート。ビッグウォールはもう簡単ね。アクアスパークリングはどうかしら。クリア。おお、いい感じですな。次はドロップトラップね。ビー玉引きずってる。待ってしまった。もう少しで行けそうだからここからやりたい。いいわよ、よーい、スタート。心臓破りのビッグマウンテン入った。また引っかかった。僕のハヤブサならいけるよ。さあどうなる、どうなる。なんと引っかかっても自分で脱出しました。しかしまた引っかかってしまいました。頑張れハヤブサ。なに、なんということでしょう。心臓破りのビッグマウンテン突破してしまいました。最後 A じゃないのもいけ。残念ながら落ちてしまいました。どんな、これはチャンス、いけドクターイエロー。さあ全てクリアできるのでしょうか。よーい、ビッグウォールもアクアスパークリングも余裕だぞ。ドロップトラップはどうかしら。あ、みんなも運んじゃってるよ。僕のハヤブサと一緒だ。このコースには悪魔が潜んでいるのかも。やっぱりここ難しい。僕もクモリンと同じようにここからスタートしてもいい？いいでしょう。絶対にゴールしてみせるぞ。さあ勝利の女神は微笑むのか。心臓破りのビッグマウンテン突入。なんとこの急な山をスイスイと登っていきます。ザンザン、すごい。このまま頂上まで行け。最後の A じゃないの突入です。行け。あー残念、すぐそこゴールだったのに。僕にすらダメだったもんね。やっぱりここ難しいよ。しょうがないわね、お助けアイテムあげるわ。なにこれ。サンサンマリアよ。これをここに置けば落ちなくなるわよ。すごい、ありがとう。つくも、スタートはここから。2人ともクリア頑張ってね。じゃあ僕から。よーい、スタート。心臓破りのビッグマウンテンは余裕だよ。心臓破りのビッグマウンテンをスイスイと登っていきます。最後の A じゃないの突入。サンサンマリア、僕に力を。
残念、落ちてしまいました。サンさんの挑戦は失敗です。悔しい。サンさん惜しかったね。最後は僕がやる。クリアできるかな。よーい、スタート。スイスイッド。ポモリもやるじゃん。A じゃないのに突入するわ。いけー、はやぶさん。これは、おー、ついに突破しました。なんだって。僕最強だから。今回の勝負はクモリンの勝ちね。楽しかった。次は違うコースを作って対決しようよ。いいね。次は僕が作りたい。それじゃあ一緒にコース作ろうよ。僕はもう一回ビッグマウンテン作りたい。僕はバナナマウンテン作ろう。そうだ、わかりません。クモリン、クイズタイム。つくぼが持ってきてくれたお助けアイテムの名前は何だったかな。1、3、サンダイヤ。2、3、サンマリア。3、3、サンバナナ。答えが分かった子は LINE で教えてね。今日はこれで遊ぶよ。プラレール、サウンドチェンジ、マイステージョン、フォーウェイ、いろんな音がたくさんあるよ。4つの駅に変形だ。テイクプレイ。サンサ駅、サンサ駅。ねえサンサン、クモリン駅も作ろうよ。いいね、作ろう。楽しそうね。こんな感じでつなげて、クモリン駅の完成。つなげただけじゃん。サンサン駅と同じだよ。それはマイステーション4ウェイね。ホームウェイ、4つの駅に変形できるの。すごいすごい。音もたくさんあるの。各駅停車発車します。遊んでみたい子はグッドボタン。フォーウェイ変形、ロングステーション、サンクモ駅、出発進行、赤信号、ストップ。あー、外れちゃった。ここがいけないみたいだわ。レールが逆だったんだね。ただいま開通しました。駅が大きくなったわよ。ぐっすりぐっすり。はい、レールがない。ガチャ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 。どうぞ、レールはいただいてくぞ。返してよ。やだね、意地悪。プラプラレール、プラレール、プラプラプラレール。え、つながった。まあね。なんだと、こうなったら暴走のイズが発進。もらい。にして避けましょう。急いで組み立てないと。フォーウェイ変形、ワイドステーション。やった、すごいじゃない。どこ行くんだ。さよなら。ならレールを組み替えちゃうぜ。このままだと衝突しちゃうわ。ぶつからないようにするには、これとこれを組み合わせたら。じゃあこれ。なにそれだ。防衛
もうやめなさい。これはどうだ。ほいほいほい。邪魔されてるわ。レールも足りないし、もうどうすればいいの。僕だってわかんないよ。よし本読もうっと。ちょっと、これもダメだ。この2階建てステーションはどうかしら。やってみよう。方位変形2階建てステーション、やったやった。でもレールが足りないからぐるぐる回れないよ。この本面白いな。そうか、くもりん、それ借りるよ。いいところなのに。本をこうして置いてみると、まっすぐな道ができたわね。これでいけるかな。いけた。なんだと。バカノイズが、いけー。ザザン、大丈夫。下だと。お前寺や。やった、レールが戻った。もっと大きな駅が作れるわね。お店があるわよ。いらっしゃい、うちは休止だよ。そばください。このレール弁当いかがですか。コメントをください。店内でお召し上がりですか。はい。食べ過ぎよ。そうだ、みんなもやってみてね。くもりん、今日はこれで遊ぶよ。プラレール乗車確認、出発進行、丸ごと鉄道体験、 E5 系はやぶさコントロールセット、職業体験ができるよ。レッツプレイ、出発進行。次は三駅、その駅は通過します。ちょっと、次はバナナ駅。あ、それは僕が言うの。いいじゃんいいじゃん、スピードアップ。早すぎ早すぎ。そのままはそれ、ちょっとちょっと、それじゃあ飛行機じゃん。ずいぶんはちゃめちゃになってるわね。つくも、くもりんが勝手に進めちゃうんだ。だってバナナ駅にも行きたいし、お空も飛びたいんだもん。僕だって山菜駅に行きたかったよ。こらこら、喧嘩しないの。これで遊びながら鉄道体験をしてみない。なにこれなにこれ。離れた場所から新幹線や電車を操作してお仕事体験ができるおもちゃなの。楽しそう。それじゃあ早速遊んでみましょう。一緒に遊んでみたい子はグッドボタン。まずはプラレールに新幹線をセット。ここが出発地点で、ここがゴールだね。それじゃあ車掌さんの練習をしてみましょう。新幹線を動かすんだね。うん、それは運転士さんの役目。車掌さんはドアを開け閉めとアナウンスをするのよ。そうなんだ。ドアが開きます。あれ、何にも音が鳴らないよ。まずは列車キーを A にしてからよ。あとそこは操縦レバー、ドアを動かすのはここよ。あ、そっか。開ける、閉める。くもりん逆よ。間違えないようにしないと。次は出発前にホームのお客様にアナウンスをするわよ。アナウンスマイクを持って20番線からはやぶさ1号新函館北斗行きが発車いたします。次は上野に停まります。ホームのお客様は黄色い線までお下がりください。あー、つくもかっこいい。じゃあ僕がやってみる。20番線からはやぶさ1号新函館北斗行きが発車いたします。
次は上野に泊まります。ホームのお客様は黄色い線までお下がりください。サンさん上手ね。それじゃあ次は運転手さんの練習。待ってました。ここを動かすんだよね。あ、動いた。目指すはバナナ駅。あれ、止まっちゃった。なんでなんで。今度は早くなった。早すぎてバナナ駅通過しちゃう。いや、今度はバック。もうどうなってるの。クボリンストップ。ここを見ながらレバーを傾けるのよ。まずはゆっくり。新幹線がゆっくり動いた。じゃあレバーを一番下まで下げるわよ。早くなった。一番上にレバーを上げるとバックしてる。レバーを少し下げれば止まれるわよ。もう一回やってみる。まずはゆっくり進むぞ。スピードアップ。あれ、止まっちゃったよ。早くしたいときは一番下まで下げるのよ。あ、そっか。じゃあ次はゆっくり。あれ、バックしちゃってる。どうすればいいんだっけ。ここじゃなくて。クモリン、落ち着いて。間違えちゃっても落ち着いて考えれば大丈夫よ。それじゃあ最後は駅員さんの練習ね。ここのボタンでいろんなアナウンスを流すのよ。出発進行。わ、びっくりした。それは危険を知らせるボタンよ。出発の合図はここのボタンを押すの。ボタンが鳴った。ホームの確認をするときはこのボタン。かっこいい。このボタンは何かな。押してみて。あ、アナウンスが流れた。自動放送ボタンよ。覚えることがたくさんあって大変だ。天才クモリンはもう全部覚えました。本当に。それじゃあ次は本番よ。クモリン、協力して新幹線を動かしてみよう。よし、頑張るぞ。二人とも頑張って。まずは出発の合図。ホーム上の確認。ホームドアが閉まります。ドア開閉レバーを動かして出発進行。ここまで順調ね。今日も新幹線をご利用いただきありがとうございます。次はバナナ駅。バナナ駅に停まります。ちょっとグモリン、次は上野でしょ。あ、そっか、失礼しました。次は上野に停まります。よし、ここでスピードアップ。ホームにぴったり止められるかな。多分大丈夫だと思う。ザンザン、もうすぐだよ。あ、しまった。スピードを落とさなかったから通り過ぎちゃった。二人とも落ち着いて、もう一回チャレンジよ。皆様ごめんなさい。もう一度ホームへ向かいます。そのまま動かないで待っててください。今度こそスピードを落として、ここでストップ。あ、少しはみ出してる。正しい位置までバックしよう。よし、これでオッケー。上野です。ご乗車お疲れ様でした。ドアをオープン。ホームドアが開きます。緊張したけど楽しかった。二人ともお疲れ様。新幹線を動かすのってこんなに大変なんだね。大きくなったら車掌さんになろうかな。他の新幹線や電車と組み合わせても面白いわよ。みんなもプラレール乗車確認出発進行丸ごと鉄道体験 E5系はやぶさコントロールセットで遊んでみてね。じゃあ次は僕が新幹線を操縦するぞ。そうだ。ご乗車ありがとうございました。今日のお絵かき。
してくれてありがとう。